体制完了スタートしましたほぼ揃いました最初の生き,き障害に向かいますお重長さんいいスタートまずは4番お重長さんケン・ホファバルト並んでいって最小障害行くべきてジャンプこの比越で2番ケン・ホファバルトが先頭2番手に3番タガノエスプレッソ2番審査3番手に4番のお重長さん 4番手、外から7番のスマートアペックス、正面3度前、5番のマイネルプロンプトン、そしてその外に6番、名称、す際3馬身差、8番、シンキングダンサー、4馬身最高峰、1番、広重セブン水郷障が家と向かいます、前は3頭固まって2頭が抜けて、さあ、吹き切ってジャンプタガノエスプレッソ、内側4番を十長さん。 各場無事比較を終えて3番手に7番スマートアペックス池垣を踏み切ってジャンプ続いて高い比較で2番のケン・ホハバルト4番手で比較を終えていますその後ろにバ馬ン差6番の名将・ダッサイが追走して1コーナーのカーブ池垣に向かいます前に頭並んで踏み切ってジャンプ さあ四番五十ウさんわずかに先頭かタガノエスプレッソ間からは7番のスマートアペックスが3番手ダートを横切って二馬シンサ2番のケンホファバルト谷を下っていきますの後ろに6番名称を脱祭谷を駆け上がります二馬シンサ5番のマイヌルプロンプトが追走して向こう正面あとは少し離れて8番シンキングダンサーそして1番の広重セブン最高峰大障害コースに入っていきます 高低差5 3メートルの深い谷をさあ下っていきます前は2頭3番高野エスプレッソ先頭で駆け上がっていきます2番手に4番のお重潮さんここでスーッと出るかそして3番手には7番のスマートアペックスに6番名勝ダッサイ並んでいって最初の難関高さ1 6メートル幅2 0 5ルの第一クサク重潮さん区切ってジャンプきれいな比越高野エスプレッソもきれいな比越スマートアペックスが少し体勢を崩しましたさあ後方まで無事比越を終えて拍手が沸き起こります さあ左にカーブを切って4コーナーに向かいます。 3番の多賀のエスプレッソが先頭に立って1馬身のリードその外に4番のチョ町さん4コーナーカーブその後ろに内から7番スマートアペックス外に6番名将ダッサイが並んでいます3馬身3番ケンホファバルトは5番手そして3馬身5番のマイネルプロンプトフィゲッテジャンプ34コーナー中間の障害を越えていきます3コーナーの谷の下りに入っていきます3番の多賀のエスプレッソがこれからダート横に行って谷の下り2番手に4番チョ町さん内から7番のスマートアペックスがじわっと差を詰めて 3コーナーの谷を駆け上がりますその後は4番手に6番の名将ダ脱サイスマートアペックスが内から4番お重調査に並んでいきます5番手に2番のケン・ホファバルトその後は3馬身5番のマイネル・プロンプト大障害コース高低差3 5 3メートルの深い谷をさあ駆け上がっていきます先頭はここで3番の高野エスプレッソにお重調査の差を詰めてダートを横切ります最大の難関高さ1 6メートル幅2 4メートルの大き泣きさあ高野エスプレッソを踏み切ってジャンプ 外からスマートアペックスも並んでいって最高峰まで無事秘訣を終えた大きな拍手です。 正面スタンド前サークルで7番スマートベックスが先頭に立って池崎の障害いくびきってジャンピ内から3番の高野エスプレッソが2番手その後は3馬審査3番手は4番お重長さんが内ち外に並ぶ6番名勝脱成1コーナーカーブ池崎の障害へスマートベックスいくびきってジャンピまた迫っていく3番高野エスプレッソ3馬審査3番手に4番お重長さんと外に6番の名勝脱成 2コーナーの谷の下りその後ろにバシン3番ケンホファバルトその後ろは少し離れて5番のマイヌルプロンプトあとは大きく離れて8番シンキングダンサーそれをかわしていく1番の広重セブン先頭はこれから芝の外回りコースに入っていきます 先頭3番、高野エスプレッソリードは1馬身2番手に7番のスマートアペックス2馬身から1馬身差を詰めてお重調さんと名勝脱サハードルを踏み切ってジャンプその後ろは2馬身から2馬身半2番のケン・ホファバルトそれに接近するのが5番のマイネル・プロンプト。 第3コーナーのカーブへ離れて1番広重セブンポツンと一頭8番シンキングダンサー3コーナーを回っていきますすでに800を通過3番高野エスプレッソリードは2馬身2番手に7番のスマートベックスに並んでいた6番の名勝ダッサいハードルをくび切ってジャンプその後ろ少し離れた4番おじゅうさんおじゅうちょさんは下がるその外から5番のマイネルプロンプトさらにマスの内から2番のケン・ホファバルト4コーナーのカーブに入って先頭は3番の高野エスプレッソ一馬身のリード二番手に六番の名勝ダサい 400を通過ケン・ホファバルト、外からは5番のマイヌル・プロンプト、第4コーナー、岡部直線コースに入りました、おじゅうちょうさんは後方に下がった、さあ先頭は高野エスプレッソ、最後のハードルを踏み切ってジャンプ、名将奪還、並んでくる、外からはケン・ホファバルト前、前3頭の争い200を通過、さあ6番の名将奪還、先頭に立った、1馬身、2馬身突き放す、2番手で2番のケン・ホファバルトが上がってきて、高野エスプレッソ3番手、名将奪還だ、ゴールイン。 ついに真の王者に、真の王者に輝いた名勝だっさい。